冥界の圧倒的な進撃が始まる。ジライアがお市の方に襲われ、黒魔術軍魔界少女剣、五芒星軍魔界水軍が次々と冥界軍によって倒される。そして最後に風の里に現れた冥界軍鶴姫馬頭が決死の戦いをするも追い込まれる。その二人を救ったのは、なんと相打ちになったと思われた真田重勇士、里見八犬士の連合軍であった。志乃と鶴姫再造の力で冥界軍を退けるものの、最後に待っていたのは真田の裏切りとケノの決死の反撃であった。